物資の回収上限。とりあえずこの辺やっとこうか。物資管理官。すべて受け取り。資質拡張なんだけど、最高級がまだ出てないんだよな、多分。交換しますが、最高級は、ないっぽいね。ってことは最上級職にはまだなれないのか？訓練教官。兵種獲得。とりあえずシェテトで、アスラ行きたいんだけど、兵種獲得ができません。できるようになったっていうのは、あれなのか？このストーリー的にできるようになっただけで、結局最上級を解放して、かつパスがないとダメっていうことなの変わらないのかな？じゃあもうすぐしたら手に入るってこと？なるほどね。ストーリー的にもういけるけど、まだこの辺集め終わってない人はダメだよっていうことか。なるほどね。まあどっちみち今はできないのか。じゃあ、とりあえず何かしらで訓練やっとくか。いや、ちょっと待って。中級試験パス、まだいっぱいあると思うので、この辺いっぱい集めとくか。中級は全然取ってない人たち。アーマーナイト・イグナーツ。ああ、でも若干鎧も細いな。そこそこごついとは思ってたけど、全体的に見ると、まだ細いな。まだそんな急ぐ必要ない人ばっかりやな。でもホルストさんはちょっと、もうすぐ、行きそうだから、剣闘士やっとくか。わあ、ホルストさんはなんか何やっても似合うな。戦闘系だったらもう何でもできそう。リンハルトも火球がまだ残ってるからいいかな。とりあえず火球残ってるやつは全部、まだでもいいような気がする。シャミヤさんを、新しい兵種にしたいな。ソドマスもだいぶ長かったよね。お疲れ様やで。ペガサスナイトシャミヤさんも面白いけどな。何がいいかな。まあ、最上級はまだ後でいいとして。修道士。魔法。ああ、ここは習得していたわ。ってことは、シャミヤさんをさっさと修道士を覚えさせたいな。でもまあ、今回は別の兵士で解放しとくかな。パラディン。パラディンシャミヤさん。緑色がパーソナルカラーなんやな。お、槍がビーまで上がったぞ。兵種変更はまた別の行こうかな。よし、OK。じゃあちょっと何かしら出撃やっときたいね。勝利をつかみましょう。まあその前にちょっと料理だけは食っとくかな。調理は。素材消費なしにしたんでね。無料で食料庫の所在を提供しています。ぜひ皆様に振る舞ってあげてください。空腹は一番の敵です。空腹は一番の敵やで。肉系がシャミヤさんの好みだったはず。ん、鶏肉はダメか。人参が嫌い？獣肉。獣肉は好きなんやな。あと支援伸ばしたいところとかあるかな。まさかのペトラ。みんな最低限 C までは伸びるんだな。ってことなんでしょう。Wait。人道嫌で。お肉。あー、お肉食いて。これ。腹が減ってきたぜ。ベリン。仲良し。お腹が減ったらまた来てください。よし。じゃあまあ、とりあえずこんなもんでいいかな。一旦、どうせ直接は向かえないんだし。進軍してみましょうか。おい。お、なんか来た。どうしたんだい？アドラステアの皇帝と会談を持つことになったのだ。エーデルガルトと？クロードとエーデルガルトが？完全に同窓会じゃん。ああ。ほう。久しぶりね、クロード。おお、あっさり始まったな。連邦国の多い州に。なるほど。だが、まずは主君よりもシャイを求めたい。シャイシャイ。あら、帝国はフレゲトン家。しかし彼は未結果として一時。グロスタール領に行く決して。なんと死人に口なしってわけだ。いや、やつが帝国に着いたのは事実なんだが、同盟内のあれ裏切り者に協力してありただけで、でその後で
ちょっと軍をそこに止めておいたけど、別にこれはこっちから攻めたわけじゃないよと言いたいわけだな。ただし、帝国軍が同盟領に被害を与えたのは事実。おお、保証してくれるんだ。口だけの謝罪より細々とした数字の交渉は後でするとして。ええ、お願い。このフォドラを生まれ変わらせるにはそのために。ああ、読んだよ。だが俺たちとしてはそうはいかない。うん、どこか一方的に排除してそれで解決というふうにはしたくないというわけ。レスターの民が帝国が勝手に立ち上げた南方教会を受け入れると思わないでくれよ。勝手にとは聞き捨てなりませんな。その古びた教会を急に復活させ、司教には帝国の教務教を据えた。そんな形ばかりの教会を我々が認めると思うのか。ホルストさんだいぶ切れてんな。中央教会を担がない限り連邦国の信仰のあり方に口を出す気はないわ。うん、どうしても帝国としては中央教会、あのレア様のところを認めるわけにはいかないってわけなんだな。あくまで中央教会と貴殿らにもいろいろありますからな。ほう、クロード、あなたなら感情に任せずに。いいだろう。ああ、問題ない。ヒューベルト。はい、陛下。それじゃあ話はこれくらいにして。お、ああ。レスター連邦国の王クロード・フォン・リーガンの名において制約する。制約。レスターはアドラステア帝国と協調し、フォドラの平穏と未来のため尽力しよう。おお。赤き血と白き剣の盟約によっていただかれた総統のわしの下で誓うは、アドラステア皇帝エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において帝国はレスター連邦国と手を携え、この大地の安寧と人々の未来を実現しよう。ここに二国の盟約はなりましたな。こんなこっそりでいいのか。もっといろんな人が見てるところでやった方がいいのでは。ああ、エーデルガルトは君に気づいていただろうに、自分の関与できないところで歴史を自分の手でなんて望んでないわ、うん、でも不安ね。え、ってことはここから王国と対立していくことになるのか。あんまりそういう話にはなってほしくない気もするけどな。でも帝国側と協力するっていうのはちょっと面白いよな。え、どっかでこの協定が破棄されて違う戦いになったりするのかな。不穏な死の真相。あ、そういえば外伝全然見てねえな。いやーでも気になるけどな、外伝までやってると本当はねえんだよな。ちょっとここはぐっとこらえさせていただきますね。魔法の弓、なんか面白そうなのもあるし。というかこれさ、ここ制圧したらすぐこっち行けるようになるんじゃない。こっちがすっごい遠回りになりそう。あーでもなー、これアンナさんいるからな、向こうまでは行かないといけないな。まあ いや、とりあえずこっち行きましょう。ヴィランヌラの撃破、制限時間の経過。うん、シャミヤさんの兵種変更をちょっとやっておきたいんだよね。パラディン解放したんだけど、今度槍枠で行く？この槍とか剣とかいろいろ入れ替えて大丈夫なのか？あーでも修道士も伸ばしたいな。修道士一回で行けるかな？ちょっと怪しいよな。じゃあこれはあれか、訓練場でやってもらうとして、別の兵士で行くか。じゃあやっぱり上級優先するべきか。パラディン。ピローランス回避。槍、同盟で、剣が追加で強くなったね。まあこれでいいんじゃないかな。あとは、熾烈。強力な突き。早期の一撃が。ああ、一応盾も破壊しやすくなるのかな、これ。詳細情報。ガード崩し。うん。じゃあ早期は欲しいよな。表層。これは攻撃か。まあこれでいいかな。で、槍出来上がったんで、じゃあ、シェテとも兵種変えるかな。うん、ペガサスもうマックスだもんな。傭兵に戻すかな。あ、てか、中級全然解放してないじゃん、シェテと。こいつはいけねえぜ。まあいいや、傭兵にしとこう。また後で戻しましょう。これで斧に対しては強く出られるかな。流星。高速移動しながらのゴレンギ。これさば使ってないな。シャミヤさん、また後でこれも使いたいね。だからこれで剣と槍入れ替わって、あとは、斧と斧か。ちなみに、この辺は誰？剣士か。
斧もいるけど、槍がいた方が助かるかな。槍というか弓か。ウォルストさんを誰か弓に変えるというのもありかな。弓使いを解放しておいた方が良かったかなという気もするけど、まあ、いや、こっちにしよう。あと装備品は魅力。ここはいいか。経験の宝珠だ。あー、そっか、これ積んでなかったな。で、ちょっとシャミヤさんの持ち物だけ変えるか。回避じゃなくて、経験に変えます。これでシャミヤさんをどんどんレベルアップさせていこう。まあ、ホラストさんこう手に変えたから、これで OK かな。よし、行きましょう。戦いが始まるわね。戦いが始まる。命を無駄にするなよ。せやな。ここ剣士だから。私に任せといて。じゃ、シティトに先に奥行っといてもらって。片付けに行くわ。で、ホルストさんは、シティトについておいてもらおう。よーし。ヒールダーは、もう先に奥行ってもらおうか。よし。行くぞ。槍というか、ちょっと何やったっぽいんだな。行くぞー。うん。はい、はい、はい。どーん。はい、はい、はい。どうぞ。ガード崩し。強い。ガンガン行くで。あとは頼む。はい、はい。ギャン。硬い。そうか、こういうガードの時に早期の地域を使うべきだったの。ガードしていない時はもっと普通に攻めればいいと。プレー。ザク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 。馬の上で冷静にチクチクしてんの面白すぎる。すまぬじゃ、すまないぞ。とりあえず平常。ん？山賊登場？なんか急に来ちゃった。嫌です。でも戦わないといけないんだろうな。ガード崩す。これで崩せるわ、来た。もっとガード崩しの特性を持った、あれこれを、いろいろと、身につけておくべきだったんだろうな。じゃあちょっとソドマスはスルーして、真ん中の山賊相当先にやっとこうか。ん？どこ行ってくれてんの？ほらー。まさかこいつもソドマス？もうザコでソドマスが出てくるんでる？ほらー、行くぞー。ザク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 、ブリガンドも巻き込んでいく。素晴らしいシャミヤさんですよ、これ。ここまでか。じゃあとりあえずここを取りましょう。取りで兵長。いやー、相性がいいって最高やな。敵と縁。ザク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 。とりあえずシャミヤさんの方は大体 OK かな。で、上お願いしておいて、この間にここをやろう。潰せー。潰せー。パラディン、よく見たらパラディンや。上級職か。ちょっとドラゴンナイトがきついよな。パラディン？パラディン？めっちゃサクサクしてる。痛い。ドーン。パラディン。パラディンを潰して、同時にドラゴンナイトにもダメージを当てる。次はどうするの？さあ、ドラゴンナイトは、スルーしたいところですが。あ、とりあえず、とりあえず先にやっとくか。これで、シェテとも、こっちのブリガンドを潰そう。これ、ブリガンド潰したらもうそれで終わりになるかな。傭兵に。傭兵はなんか他の剣士とも全然動き違うような気がするな。傭兵シリーズの動きってわけやな。すまねえな。先に撤退するぜ。よし、じゃあドラゴンナイトはこっち代わりに相手しましょう。指揮官ウォールが来たか。面白そうな奴らがいるじゃねえか。ほらー。ですが他のウォーリアー系ともこれ潰しておかないと、サブクエストが達成できないんですよ。これは、私の失態ですね。にゃん。くれのーせ、なんかめっちゃ遠くの拠点兵長が巻き込まれてるけど、まあ、いっか。私に任せといて。じゃあこっちお願いしておいて、片付けに行くわ。で、今のうちにヒューダでこの辺敵を、ほらー、ゲイ制圧完了。うまくいったね。相性こそ整理。さすがヒューダちゃん。これドラゴンナイトもそろそろ使えるようになきゃいな。ドラゴンナイトってどっから派生だったっけ？ウォーリア系か。だからそれこそヒルダとかを
強くしていかないと無理なのか。ドラゴンナイト、ドラゴンマスターだよな。くらえー。うん、うん。ちょっと拠点兵器も潰しておいて、あとはヒルダで上の方にいるやつを倒しておいてって感じかな。まあ、あとは何とでもなるかな、これ。チャミヤさん、そっちは大丈夫かい？なんかいつの間にか一人倒してるし、もうすぐだし。これもいけそうだね。あ、終わってる。お、いいね。綺麗に倒してるね。じゃあ、パラディン行きましょう。ライフ。スパイク。崩した後にガードを崩していけ。斧のガード崩していけないのかな。はい、ドーン。野菜炒めだぜ。あとはここ。よし、じゃあこれいくか。流水ゴレン撃。ゴレン撃どころじゃねえぞこれ。あとはこいつだけか。死闘。これで能力を上げているわけだね。はい、ほらー、なめんな、こっちの橋じゃ。行くぜ。これでいけるかな。終わりだー。よし、口ほどにもないやつらだぜ。鍛錬を重ねて出直してくるのだな。せやな。オッケー。まあやっぱりメインじゃないからそこまで難しくはないな。全部 S だといいんだけどな。よし、魔法の弓絶好調ボーナスまた出してなかったな。いや、どうしても、慣れてる奴らしか使わなくなってくるな、これ。魔法、魔力を飛ばす弓。魔力が高い奴が、弓兵士をやるときに都合がいいってやつやな。ポロポロポン。作戦資源。さあ、これでもうメインに繋がるわけだけど、話が展開されるかな？停戦となって、王国と教団。教団が敵だって？セイロス教そのものを否定するのではない。うん、エア様を撃つということですよね。直接お話ししたことは。あの人たちにも裏の顔があったってことよ。まさか。もちろん帝国は俺たちを自分たちのためにだが、一方的に不利な話。フォドラの均衡はすでに瓦解した。なるほど。このまま傍観していれば、今は帝国と歩調を合わせ勢力を拡大し、この戦争を最短で終わらせ、かつレスターの独立を守り抜くためにはそれしかない。なるほど。そのために俺たちに恨みはないが、歴史を紐解けば帝国からの独立のため戦った民は横からファーガスの侵攻を受けて征服された。三日月戦争を経て独立した後も干渉を受け続け、それは。なるほどね。間接的に恨みはあるという話か。それに王国とは相入れないよ。彼らは中央教会の保護を掲げているからな。俺はもともと彼らの説く教義に懐疑的だった。紋章を重んじた貴族制の正当化、さらに帝国の言い分が正しいならば中クロード、君は。報告がある。お、アリルの谷付近で帝国軍とセイロス騎士団が交戦中のようだ。帝国軍はもうそんなところにまで兵を送っているのか。うちの所領近くで騎士団を率いているのはカトリーヌらしい。カトリーヌ。カトリーヌさん、久々に聞いたぜ。セイロス騎士団で一番の凄腕じゃん。ああそうか、レア様に続婚なんだったっけか、カトリーヌさんは。陛下どうする。ああそうだな、カトリーヌも出てくるのか。話は終わっていないぞ。ぶち壊したいんだ。出なきゃ前に進めないぜ。本当にそれでいいのかい。対策は考えてあるさ。おう、その件に関連して。それならいいが。大丈夫だ、ジュディット、ローレンツ。大丈夫かね、本当に。今は俺を信じて。ダフネル領近辺の教団兵を残らず駆逐する。はい。若干物騒になってきたが、シャミア、もともと物騒か。いいんですか。前にも言ったはずだ。でも相手のカトリーヌって、せやな、騎士団の中でも親しかった人なのよね。なんか本当にあのセイロス騎士団の中の領力をカトリーヌとシャミヤさんが担っていたっていうイメージなんだけど。ああ、私の相棒でな。ねむ。道が分かたれた以上、殺し合うだけだ。残酷。全く迷いはないか。何か考えてそうではあるけどな。もうカトリーヌと仲良く話してるところがあんまりイメージできないんだけど。煉獄の谷アリルに信仰可能になりました。
こちらも行きたいけど、お、ローレンスが遠のいてるんだ。ちょっと外へ行きたいなみたいに思ってるわけだな。この辺も先にやっといた方がいいかな。でもこの状態になってんのってここだけなのか。グッズラクエスト、まあ先にやっとこうか。盗賊の捕獲、盗賊の捕獲多いな。また民を守る戦いになるのか。輸送兵らの撃破、敗北条件なし。よし、じゃあのんびりしましょうかね。まあなんとかなるでしょう。風属性の呼吸は相手を風裂状態にする。与えられた任務をこなすだけだ。こなすだけだ。しかし剣士が有効な相手全然いねえんだな。これこいつはしゃあないぜ。ちなみに輸送兵はこいつらか。他の輸送兵はいる。今こそ攻撃、今こそ攻撃。こいつはペガサスナイトか。普通のペガサスナイトでいいのか。まあこっちはお願いしといて、フィルダさんにはこっちをやってもらってもらおうか。輸送兵一人だけなのかな。あっさりいけるといいんですが。ここがアーマーナイト。じゃあしゃあない、ここは剣士である施設でお願いしよう。まあ他は何とでもなるでしょう。シャミヤさんがどういう動きをするかが気になるですが、気になりますが。ん、そっち行くのか。やめろー、待て山田、百裂くん。わーお、引っ張られちゃった。はい、なんかこれも久しぶりな気がすんな。輸送兵、新しい輸送兵来るのか。あらー、はい、あーだだだだだ、ラッキーム、くらえー。なに、輸送兵がまだ暴れている。こやつを止めないとな。ウィースト。じゃあ、ここはシャミヤさんでお願いしておくか。まあ、牙だしちょうどいいでしょう。この輸送兵をどれだけ崩せるかどうかっていう話だね。でか、間に合うか、シャミヤさん。ちょっと不安ですが、さすがに、馬と人だったら、馬の方が早いでしょ。思うけど、どうかな。お、一応戦闘してるね。輸送兵撃破。じゃあ、ヒルダで上やってもらおうかなと思ったけど。金かよ。今こそ攻撃。じゃあ、ウォルトさん、こっちやってもらってもらって。で、ヒルダは、適当にこの辺やっといてもらうかな。で、シャミヤさん行くぞ。ガー、早期打ち。ガードを崩して。ぐらー。輸送兵を先に優先して、潰しておく。はい、はい、はい、もう一回、よし。拾う。盗賊も潰しておいて。これで問題なし。あとは砦兵長も潰しておこう。とか、ここの砦制圧したらもう、向こうは輸送するものもなくなるんじゃないの。ここは我々の陣地だぞって言って、輸送兵がのこのこやってくるわけだろ。よし。ここ制圧 C の。あとは上か。はいはいはい、あたたたたた、竜巻を引き起こしてくる。ベルグリーズ伯並みに強いと思うな。だからベルグリーズ伯はこれを極めてんだろうな。百裂剣、裏剣でガードを崩して輸送兵を潰す。はい、どっこいしょ。さあ、これで終わりか。まだなんか来るかな。まあ敵将の盗賊あたりが来るかな。ん、アサシンか。あ、盗賊もレベルアップしてんな。え、急に下から湧いてきたな。仕方がない、シャミヤさんで行こう。なるほど、ここに、あれがあったわけだな。補給地点的な何かが。シャミヤさん、移動が超早い。ん？超！凍ってる凍ってる。アサシン凍ってるよ。はい、はい、凍ったまま。お手玉されてるのかわいそうすぎる。くらえー。相性の前には、勝てないのさ。いやー、シャミヤさん、何を使っても強いな。誰かに任せるさ。まあ、シャミヤさんが、うわー、勝ったぞーって言ってるところ、あんまり想像できないわな。戦闘ではだいぶ、惜しいというか、凛しいんだけどな。撃破数足りてねー。まあ、いっか。こら、しゃあないな。キュイーン、ガンガン伸びていく。現実レベル3。
みんな、金貨いっぱい。もうお金なんか全然足りてるけどな。お買い物してないからだけど。よし。じゃあいろいろもらっておきましょう。畑で採れた作物から作った料理さ、作りすぎたから一緒に食べないかい？ほのぼのしてんな。誰と一緒に食べようかな。おー、シャミヤさんもうお腹いっぱいだ。それじゃあ、レオニーさんと、マリアンナさんで、食べてらっしゃい。式上昇。これなんだ。高級系か。最高級はまだ出ないか。これまだ次のエピソードまで行かないとダメかな。道に湧いていた商人を助けた。どっちか持っていける。魅了か、妙技か。うわー、どっちも気になるな。魅了？妙技？技系だったら、一個なんか手に入れてた気がするんだよな。魅了で。魅了が一番伸ばしにくいと思うんだよな、ステータス的に。魅了というか、魅力か。だと思うんだけど。救援に向かおう。